それでは金属の解説を始めたいなと思います。まずお配りしておるこの資料ですね。今回と次回の部分合わせたセットになっています。今回は最初の部分、表紙のところにあるマインドマップの金属単体、それからナトリウム、すなわち金属単体とアルカリ金属について勉強していきます。 そして次回、アルカリド類金属と良性金属、アルミニウムについて見ていきたいと思います。では、今日はまず単体ですね。さあ金属単体を考えるときに、どういう発想を持ってほしいかと言いますと、まず金属の単体が、まあ、こんなふうに液体の中に使って、そして 気体を発生しながら、だん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 と溶けるとしましょうそうすると皆さんはこの金属を溶かすこの液体、えー、何種類思いつきますか大きく分けると水それから強酸強塩基の水溶液 酸化力のある酸の4つに分類されます。あいいですね。で、また、その時に発生する気体ですね。え何種類思いつくでしょうか。え水素。それから熱濃硫酸が金属を溶かすときには SO2 が。濃硝酸ならば NO2 が。希少酸ならば NO が。 発生しますよねということは皆さんはどんな金属がどんな液体に溶けてその際どんな気体が発生するのかこの辺りを細かいところまでしっかり確認していきたいなと思いますではいきますねはい行きましょうまずは金属単体の反応であります さてみなさん、イオン化傾向という言葉をちゃんと理解しているでしょうかイオン化エネルギーとの違い、ここはとても大切です。イオン化エネルギー、例えばナトリウムのイオン化エネルギーは、気体上のナトリウム原子1モルが気体上の ナトリウムイオン1モルに変化する際に電子を1個奪い取らねばなりませんその際に吸収する熱量これがイオン化エネルギーです大丈夫ですかすなわち気体上の原子から気体上のイオンガスに なりやすいかなりにくいかこれがイオン化エネルギーなんです一方これに対してイオン化傾向はいいですか固体の金属ナトリウムが水に溶けた状態の水に溶けた状態です水溶液 NA プラスアクアで電子を1個放出するねこれが起きやすいかどうかがイオン化傾向いいね ててここととは全然違うもんだだ認識してくささい,い,い、ねさて。じゃあこのイオン化傾向は、イオン化傾向が大きいということは水に溶けた状態の陽イオンになりやすいということですいい、ね。イオン化傾向小さいということは水に溶けた陽イオンになりにくいのだ、電子を出しにくいのだと理解してほしいなと思います。さて じゃあ見ていきます。まずこれらのうち最も、えー、電子を出しやすい言い方を変えれば還元剤として働きやすいものこれがイオン化傾向が最も大きいと言います、まあ、教科書にはリチウムから載ってますがね、まあ、イオン化傾向アルカリ金属が大きいということが分かっていれば、えー、リチウムとかマンガンとかあまり細かいことを覚える意味はほとんどないです では確認していきましょう。まず最初。水と反応するものはどれだ常温の水と反応するのはアルカリ金属またはアルカリ土類金属のみと覚えておいてください。そして水素を発生し水酸化物に変わります。反応式チェックですね。ナトリウムは常温の水と反応して水素発生し水酸化物を生成します。 いいね、ところがそれ以外の金属、えー、常温の水とは反応しませんマグネシウムはギリ高温の水とならば反応しやはり水素発生して水酸化物になりますいい、ね、高温の水と反応して水素発生して水酸化物いいねところが、はいえー、高温の水蒸気になるともう少し 反応できる範囲が広が広りますアルミ、亜鉛、鉄というかこの鉄とニッケルの間のボーダーがとても大事です。鉄までは高温の水蒸気によって水素発生し、ここ大事ですね。酸化物になります。マグネシウムも高温の水蒸気であれば酸化物になるから注意してください。いいですね。酸化物になっているから要注意です。 亜鉛も高温の水蒸気で酸化物になります。えー、意外と大事なのが、ニッケルよりもイオン化傾向が小さい金属は、温度にかかわらず水蒸気によって酸化されることはないんだというふうに覚えておいてください。はい、大丈夫でしょうか。このあたり結構細かいところまでちゃんと知ってるかどうかが勝負どころになります。水との反応 大丈夫ですね。はい次じゃあ今度は塩基です、えー、明日詳しくやる良性金属ですはいアルミアエン、スズ、ナマリ、ああそんなり、なんて覚えますねその単体は濃い水酸化ナトリウムに水溶液に溶けて水素発生します詳しい反応式の作り方は明日 後半でやりますはい次3番目は単体と気酸という言い方をしてますがこれは気塩酸それから気粒酸のことだと考えていただいていいでしょう、えー、すなわち共酸の薄い水溶液という意味です気塩酸気粒酸ねはいこれらは イオン化傾向が水素よりも大きな金属と反応し、水素発生させやすいです。いいね。さあ、ここで大事になるのが鉛の扱いです。イオン化傾向が水素よりも大きいということはギリ、この鉛も反応はするんですよ。反応はするが溶けはしないです。どういうことか。鉛は表面に はい、とても大事な言葉ですね。円の保護膜というものができます。その結果、起さ酸や起さ酸には溶けません。ちゃんとイメージできますでしょうか円の保護膜です。こんな感じですよね。ページを追加しましょうか。よいしょ。例えば、鉛を。 気硫酸の中につけてあげると、この表面に、はい、PbSO4 の塩の保護膜ができます。全く同様に、鉛を、はい、塩酸、これにつけてあげれば、表面に。 塩化ナリ PbCl2 の塩の保護膜というものができます。いいね。この塩の保護膜ができることによって内部まで酸、水素イオンが染み込んでこないんですね。その結果、金属が溶けないのだ。 というふうに理解をしてほしいなと思います。いいね。これとよく似た全然別の現象がこの後すぐ現れますから、後でやっぱり比較してみたいなと思います。なんでこちらだけ名乗がこんなに長くなってるんでしょうか。まあどうでもいいことですが。はい、続きです。さて、今度は。いいね。今のやつを確認すると、 気塩酸、気粒酸に溶けるのは鈴までなんだっていうことですね。だから。鉛は表面に塩の保護膜ができるっていうことは反応はするが、すぐ反応が止まってしまい、溶けはしないのだと理解してください。ラスト。さあ、最も多くの金属と反応できるもの。それは酸化力の強い酸と呼ばれるグループです。脳症酸、気象酸、 熱、濃硫酸が酸化剤として働きます。はい、皆さん。すべて、もはや勉強済みの内容だというのは大丈夫ですね。熱、濃硫酸、酸化剤として働いたらどうなったはい。酸化剤として硫酸が働けば SO2 に変わります。酸素の数、水で合わす。水設置プラスで合わす。電化バランスを調節です。気象酸は 一気に NO までまで行きす。酸素の数を水で合わす水素 H プラスで合わす電化バランスを調節して電子3つ奪えますが脳小さんは前回説明したように水不足により石灰色の NO2 止まりという話をしているはずです電子を1個しか奪えないでこれら酸化力の強い酸は比較的イオン化傾向が小さい金属 はい。銀まで反応する可能性がありますが、いいね。このうち、カリウムから銀まで全て反応するだろうなと判断できるもの。それは実は気象酸だけなんですね。じゃあ、この脳がつくやつは若干苦手な金属がいてます。さあ、特に脳症ねこれは、 表面に安定な酸化皮膜が形成され、不動体を作りやすいんです。この不動体を作りやすい金属、これが覚えにくくて混乱している人が多いんだけれども、はい、共通点。アルミ鉄ニッケルなどの、はい、皆さん、酸プラスのイオン、酸化のイオンを見たことあるな。 っていう金属を思い出してください。えー、もの。不動体形成できるものが多いんです。はい、アルミ、覚えてるね。はい、鉄、覚えてるね。ニッケル、いいですね。他にはクロム、いいですね。コバルト、まあ、これぐらいです。もちろん、酸化のようようになる金属でも、 不動体形成しないものも,もちろんあります。もちろんありますが、高校の教科書に出てくるもの、高校生が思いつく範囲の金属で、酸化のイオンになるものっていうのは基本不動体形成すると思ってくれて、まず間違いないです。ですから、あれこれ不動体作ったっけと思った時に、あ、3プラスイオン見かけとくことあるわ。というやつは、えー、不動体形成、 するねというふうに思い出してもらえればいいと思います。さて、不動体って何でしょう安定な酸化膜ができるんです。これについて少し説明しておきます。はい、例えば、はい、鉄。これを。 脳ーーにつけます、はい、そうすると表面に、はい、こういう言い方をします。緻密な非常に緻密な、えー、酸化物の膜。 これが形成された結果、内部まで酸が染み込まないので、えー、安定化します。こんな現象を不動体というんです。これを聞いて、あれそれはちょっと変だなと思いましたか思ってほしいんですけどね。はい。一番最初にやったことを思い出してください。金属の酸化物は、 何でした塩基性酸化物。ということは酸には必ず溶けると言いました金属酸化物は酸に必ず溶けるってことを一番最初に説明したはずですいいね覚えてますか ってことは、本来酸に溶けるはずのもので、できた膜がえ酸から金属を守ってるって変やん。そう、変なのという意味です、不動体っていうのは。すなわち、本来、動くべき反応が動かざる変な状態という意味です。動かざる状態ってことね。 一方、比較してほしいのは上の円の保護膜。PbCl2 や PbSO4 は酸に溶けない安定な物質なんで別に不思議でも何でもないんですよ。一方、こちら側は本来酸に溶けるはずの酸化物の膜の分剤でその膜が緻密であるという物理的な構造などが要因となって酸が染み込みにくくなってきております。 こんな不思議な状態を不動体と言います。ですから、上のこっちを絶対不動体と呼んじゃダメなんです。同じタイミングで習うので、どっちが不動体だったかごっちゃになる人結構いますが、これはもう確実に罰されます。おまけの三角なしです。いいね。塩化鉛、硫酸鉛は塩の保護膜です。そして、 脳商産が鉄、アルミ、コバルト、ニッケルと形成するのは酸化物の被膜です。で酸化膜ができるときだけが不動体なんだというふうにしっかり認識してください。大丈夫でしょうかいきますかじゃあちなみに、えー、次の次の次に出てきますが、鉄、ニッケル、クロム で、できている合金を何と言いますかはい。ステンレス。こうと言いますね。非常に錆びにくい鉄として有名です。まあ、ぶっちゃけた話が、そう、空気中の酸素に触れるだけで、クロムと鉄とニッケルの合金は表面が酸化物の被膜で覆われます。えー、すなわち安定な不動体を 脳症酸につけなくても空気中の酸素に触れるだけで形成されてしまいます。ですからステンレス鋼は非常に錆びにくいのだという話はまた鉄のところでしましょう。はい、いいですか。はい、今日の前半戦、えー、これで終わりです。金属単体と、えー、それから水、強演器、酸、そして酸化力の強い酸との反応を見てきました。 ではいよいよアルカリ金属について勉強していきますアルカリ金属上から順番でリチウムナトリウムカリウムルービジウムにセシウムそしてフランシウムと続きますいい、ねはい、まず融点が高いのは 原子半径が小さいものほどより強い金属結合を、ね、形成しますから融点、高いすなわち融資間の結合力も大きいのだということはこの前チェックしたねさらにリチウム、ナトリウム、カリウムに共通しているのは非常に軽い水に浮きますよね水より軽い金属だということもとても重要だろうなと思いますはい、じゃあ 保存法からいきましょう。これ、大気中の酸素や水蒸気と勝手に反応していきますから、灯油中、石油中に保存。いいね。水に保存するのは何でした水に保存するのはオーリンですよね。灯油に保存するのがアルカリ金属のナトリウム、リチウム、カリウムなどであります。いいね。 オーリンは水に保存です。はい、次。炎色反応はもう語呂合わせでも何でもいいから覚えてください。ただ、反応するのは、高校化学の範囲ではアルカリ金属、アルカレド類金属と銅のみと限定しておきましょう。嘘です。大嘘ですけどね。これ以外に炎色反応する金属いくらでもあるんだけども、 高校の教科書はこの3種類に限定しております。ですから、これ以外に移反応があるっていうことを知ってると、かえって間違ってしまったりする問題もあるから、大学入るまではこれだけだと思っておいてください。で基本的にこの色っていうのは、はい、塩化物の水溶液を えー、反応させた時の色と考えてください。塩化物の水溶液を白金線につけて、バーナーの外苑に入れたときに、えー、観測される、えー、色であります。はい。緑色が2つあるよね。銅の場合は、はい。青、緑。 バリウムの場合は、木、緑であります。はい、大丈夫ですかで、まあ、花火なんかに使うのももちろんご存知だと思いますが、一つ気をつけてほしいのは、これ。定性反応だけです。意味わかる定量は無理です。量を調べるのは無理です。わかるかな 実際論述問題なんかで、例えばカルシウムイオンの量を調べなさいって言うて、で、水に水溶液を発金線につけ、発生した、えー、炎色反応の強さで調べるなんて書く人めっちゃ多いんですよ。それ絶対0点ですからね。しかもこれ炎色反応ってかなり大量にあるときに、ああ、あるな、とわかるわけですよ。 じゃあ、ほんのわずかに水に溶けてるかどうかときなんかは言うときには出ませんよね。ですから、例えば、同イオンが完全に除去されたことを確認する方法は、なんて言われてね、炎色反応で緑色にならなければよいっていうのは無理です。炎色反応は、いいですかあくまでもこれらのイオンが大量にあるときにね、ああ、あるある、要素あるわ。 と確認するだけでえ、めっちゃ薄い濃度になったらもう全然見えませんからね、だから完全に除去されたかどうかなんかを見ることはできないんですよ。だからもうめっちゃ大雑把なもので、実質、えー、本当に大雑把な確認しか使えないんだと、そういういい加減なもんなんだと、PCR 検査ぐらいいい加減なもんなんだというふうに思ってくれていいです。いいね はい、次、えー。単体の製法、アルカリ金属というのは、えー、これはもちろん水の中で陰極において還元されて出てくるわけはないよね。ナトリウムやカリウムやなんかが溶けておったとしても、水素発生の方が陰極では、えーえー、優先的に起こります。なので水溶液でから、えー 電気分解によって作ることはできません。明日、アルミニウムのところでやります有解塩電解明日というか次の回ねアルミニウムのとこでやります有解塩電解で詳しく説明しますさあじゃあアルカリ金属で最も大事なものそれはナトリウムですでナトリウムに関してやっとかなあかん物質を確認するね意外と少ないですよ 水酸化ナトリウム。はい。炭酸ナトリウム。はい。以上です。で水酸化ナトリウムがとても大事だっていうのはわかると思いますで。炭酸ナトリウムって何で大事なんでしょう、えー、これは、全然回かな s i o 2のところで説明したと思います。はい、この s i o 2は、酸性酸化物だから、 高温の強アルカリと反応しました、はい。そして加熱してあげれば二酸化炭素が発生して、計算ナトリウムになりました。こうやってガラスを作ることができました。そう、この炭酸ナトリウムはガラスの材料です。 すなわちこれは作ったら作った分だけガラス屋さんが買うてくれると思ってくださいねだから工業的にこれを作ることが大事ですもちろん他にも用途はあるけれどね工業科学を勉強するときいかに儲けるのかということをしっかり理解するこれがとても大事です特に今から説明するこの炭酸ナトリウムの製法ソルベイ法 またの名をアンモニアソーダー法と言いますが、ここ。今日の目標ね。炭酸ナトリウムの製法、ソルベイ法をもう何も見ずに、友達にさらっと説明できるようになってください。反応式覚えるのか覚えてはなりません。覚えるのは、反応の名前5つ。石灰石を焼く。中心反応。 炭酸水素ナトリウムを焼くアンモニア回収反応、生石灰を小石灰へと5つの反応の名前だけを覚えましょう。そうすると自力で反応式を作れるようになるはずです。いいね。じゃあ早速その練習をしていきます。はい、見ていきましょう。いいね。まず、 工業科学で一番大事なこと、繰り返しますが、金儲けです。いかに安い材料を使って高いものを作り、儲けるのかというのが勝負どころだと思ってください。いいね。じゃあ、今目標は何かっていうと、このガラス屋さんが買うてくれる炭酸ナトリウムを作りたいね。何から作る ナトリウムを含んでて一番安いものは何だろう間違いなく海水です。ところが水を蒸発させるのは大変だから、一番安いものとして、はい、これ、岩塩、えー、塩ですね。もうイスラエルあたり行ったらば大量に転がってますね。岩塩、塩、天然に取れる岩塩、ヒマラヤのあ、ね、たりにもあるよね。これは安いです。 ナトリウムを含んでいて一番安いのは塩です。じゃあ、炭酸イオンを含んでいて一番安いのは、これは日本でも100%自給できる鉱物として中学校の地理の時間勉強してるね。石灰石炭酸カルシウムです。山口県の宇部あたりではセメント工業が盛んです。そう、麻生財務大臣が えー、元々は、アソセメントというね、えー、会社の一族から出てますよね。えー、宇部、山口県あたりで大量に取れる石灰石から作ったセメントで、えー、設けた会社です。さて、そうすると、この非常に安い、安価な岩塩と非常に安い石灰石から、 ガラス屋さんが凍えてくれる炭酸ナトリウムを作りたい。さらに言うと、塩化カルシウムもいろいろと工業的に使うことができますから売れます。安いものから高いものを作りたい。これがアンモニアソーダ法の根本です。しかしながら、残念ながらこれは起きないんです。なぜこれが起きないのかを説明せよ。 数年前、ハンダイオープンでも出てました。出てましたって、まあ僕は出したんですが。はい、考え方。いいね。一番大事なこと。反応は、沈殿ができる方向に進みやすいです。いいわかりますかこの中で一番沈殿しやすいのは、この石灰石です。ですから、沈殿ができる方向、 この左向きに本来は反応が起こりやすいということなんです。どういうことかお分かりでしょうかこういうことです。前にページを作りましょう。例えば、高い炭酸ナトリウムを買ってきました。塩化カルシウムも買ってきました。 どちらも水に溶けます。これ水ね。そうするとナトリウムは水の中に溶けます。そしてカルシウムも水に溶けます。いいね。さあ、そうすると水に溶けた途端何が起こるかというとカルシウムイオンと炭酸イオンが出会うと彼らの 溶解度が小さく、一気に沈殿が始まります。ってことは、事実上、カルシウムイオン、炭酸イオンは水の中からほとんど消えてしまい、溶液中は塩化物イオンとナトリウムイオンのみが残ります。はい、じゃんじゃん入れ続けます。どんどん入れ続けると、 沈殿が増えていきこの溶液はだだだだんだんんだん濃くなっていきますいいね。すなわち、炭酸カルシウムが沈殿することによって、この反応は左向きに起こりやすいんだと言えるね。すなわち反応は沈殿ができる方向に進みやすい。実はこれは今まで何遍か言ってきている言葉です。思い出しますか 例えば、ホタル石に濃硫酸を加え加熱したとき、HF、フ活水素が発生しますね。このとき右辺、硫酸カルシウム CASO4 は石膏だから沈殿する。なので水素が取れるんだということを言ったはずです。沈殿形成反応だから起きやすいのだというのは、とても大事な反応が起こる原理です。反応は、高エネルギーな状態から低エネルギーな状態、すなわち、 発熱方向に起こりやすいというのはよく出てきますが沈殿形成方向へも反応は実はとても起こりやすいんですねはいすなわちさっきの質問に対する答えなぜこの反応は右に進まないんですかむしろ左に進むんですかと言われるとこの中で最も溶解度が小さく沈殿しやすいのは炭酸カルシウムなのでこの反応はむしろ左に進みやすいからこれですね これをビシッとかけるようにならないとアンモニアソーダ法を勉強した意味など全くないのだと理解してください。そこまでいいさあ、それでもやっぱり儲けたい。なんとかいい方法はないかしらと。そこで次のステップです。これ使いましょう。実は炭酸ナトリウムが最終的に欲しいものなんだけども、 炭酸水素ナトリウムは比較的沈殿しやすい。今、沈殿反応が起こりやすいと言いました。ということは、炭酸水素ナトリウムを沈殿してしまって、そこから最終目的の炭酸ナトリウムを作ってあげるということはね、そんなに難しいことではないんです。ということは、なんとかして炭酸水素ナトリウムを沈殿させる方法を説明しましょう。い,い,いきます。 じゃあこれ沈殿させるには、ちょっとした操作が必要です。まず大事なことは、沈殿しやすいとは言うても、石灰石ほど沈殿しやすいわけではないから、めっちゃ濃いナトリウムイオン濃度、ものすごく高濃度の炭酸水素イオン濃度、どちらもかなり高濃度になったら、炭酸、 水素ナトリウムの沈殿ができなくもないけどねという程度の沈殿のしやすさです。ですから水の中に大量にナトリウムイオン、炭酸水素イオンを作る方法を工夫せなあかんのだと理解してください。じゃあまずナトリウムイオン濃度を増やす方法は、これは簡単です。岩塩使いましょう。一番大事なこと、金儲きだっていうことを忘れないでください。岩塩、食塩を、もうこれは えー、飽和濃度まで上げちゃいましょう。すなわち飽和食塩水にしてあげればナトリウムイオン濃度はめっちゃ上がるね。はい次炭酸水素イオンどうやって高濃度にしようか。安く上げなければなりません。じゃあ、こういうアイデアはどう期待、はい、のところでやったばかりです。炭酸カルシウムを焼きます。石灰石を焼くと CaO とともに CO2 が発生するいい、ね、この安く手に入れた二酸化炭素をーー水の中にボコボコと吹き込んで、それを電離させ炭酸水素イオンにしようぜってわけです。意味わかる ?CO2 プラス H2O。じゃんじゃん水に溶かして、どんどん電離させ H、H プラスと 炭酸水素イオンにしようぜというわけです。できる絶対無理やろ。理由、おやったやん。炭素は酸化数プラス4の非金属酸化物、水に少しだけ溶けて、弱酸性。ってことは少ししか溶けへんわ。 電離して H プラス出せるのはごくわずかじゃっていうことになったらば、この炭酸水素イオンはほんの少ししか生じないんだってことです。大丈夫弱酸性の気体だから、酸化数4の二酸化炭素はそもそもほんの少ししか溶けません。しかも少し溶けたもののうち、電離度は0.05以下、ごく弱い3ですよ。ってことは、炭酸水素ナトリウムと沈殿すく作るほどの 高濃度の炭酸水素イオンなんか絶対できないんです。どうしよう。そこでアンモニアを使うんだよねんな。あらかじめアンモニアを溶かしておきます。そうすると、それによって二酸化炭素が強制的に電離されます。すなわちアンモニアによってコネッチプラスを中和するんですね。 NH3 を中和。NH3 ごめん、で中和やな。H プラスを NH3 で中和します。それによって平行がどんどん右へ移動していき、炭酸水素イオン濃度が増えるんだというふうに理解をしてほしいわけです。大丈夫じゃあこれをもとに反応式を作ったら、こんな感じになるよね。はい、水の中に。 Na+, Cl- が溶けてます。ここに、あらかじめアンモニアを吹き込んでおきます。大丈夫ですかはい、二酸化炭素を吹き込みました。二酸化炭素と水が反応すると、炭酸ができますが、炭酸はできるや否や、 塩基であるアンモニアと反応し、H プラスを奪われます。そうすると、どんどん炭酸水素イオンに変わっていく。すなわち、炭酸、自力では電離できない、弱酸だから、アンモニアという他力を使っているわけですね。え自力では H プラス出せないから、塩基であるアンモニアに引っこ抜いてもらっているんですよ、水素イオンは。そのおかげで、 高濃度の炭酸水素イオンとナトリウムイオンが出会うことができます。そうすると速攻で、はい、できた。NHCO3 が沈殿します。いいね。上積み液は何が残る上積み液は NH4 プラスと CL マイナスになります。邪魔なものが一つあるな。 えー、両辺に同じイオンって書く意味なかろうもし、イオン反応式、本来反応したものだけを書けという指示ならば、この CL マイナスを消して、イオン反応式として完成させてやってください。大丈夫ですね。いいですかはい、これが、このページにある、えー、中心反応と呼ばれるものを、 丁寧に説明した内容ですいいな二酸化炭素と水を反応させ炭酸自力では電離できないからアンモニアに手伝ってもらって電離しできた炭酸水素イオンは速攻でナトリウムと沈殿しますいい、ね。あくまでも化学反応式と言われたらこの CL がついた形で書くんだが イオン反応式と言われたらちゃんと CL 外して書かないと0点だと思いますね。はい、いいね。さあ、まとめていきます。繰り返しますが、丸暗記ではなく、ちゃんと理屈を理解した上で攻めていってほしいなと思います。一つ目。まず、石灰石 1mol と塩化ナトリウム 2mol から、 塩カル1モルと炭酸ナトリウム1モルを作るんだと理解してください。すなわちまさにこの反応ですよね。2モルね、NACL と1モルの炭酸カルシウムから炭酸ナトリウム1モルと、はい、塩化カルシウム1モルを作ってます。いけるね。一つ目石灰石を焼く。もうこれはね、気体発生のとこともやったら絶対覚えてる反応ですよね。 はい、二つ目。中心反応。今説明した炭酸水素ナトリウムを沈殿させる反応です。はい、次。炭酸水素ナトリウムを加熱してあげれば、目的の物質炭酸ナトリウムになります。なんでこれを加熱したら炭酸ナトリウムになるんでしょうものすごい大事ですよ、これ。どういうことか。この反応って、酸塩基反応として見てみると、 ちょっとおかしなことが起きているということを理解してほしいと思います。はい、CO2 プラス H2O、すなわち炭酸ですね。これが酸として働くと強弱塩基炭酸水素イオンになります。炭酸水素イオンがもう一段階酸として働けば CO3 にマイナス炭酸イオンになります。そうすると、相対的に強い酸塩基から 弱酸弱塩気ができる方向へ反応は向かいやすいと一般的に習ってます。これが炭酸イオンと出会えばどちらも炭酸水素イオンに変わります。いいですね。 なんでこの反応は右へ進むのかそれは、高エネルギーな状態から低エネルギーへ向かう。不安定な状態から安定な状態へ向かう。すなわち、この形は発熱方向の向きなんだってわけです。じゃあ逆に、こっち向きは、吸熱方向。低エネルギーな状態から高エネルギーへ向かう。 こっち向きの反応は逆に吸熱側だってことがわかります。じゃあ質問。吸熱方向に平行を移動させるにはどうしたらいい加熱をすればいいな。それが答えです。両辺にナトリウムを加えて。炭酸、水素ナトリウムを加熱してあげると平行が 吸熱方向に移動して二酸化炭素と水になりますはい、大丈夫でしょうかそう、この反応これやろ本来これは逆向きに向かうべき反応なんですすなわちこの炭酸ナトリウムは二酸化炭素と水と反応したらどんどん炭酸水素ナトリウムになるよという反応が 普通に起こる反応なんですね。本来、起こるべき反応、正しい向きではなく、加熱をすることによって逆上かりをさしています。無理やり、無理くり逆向きの反応を起こしているんだということをしっかり認識してほしいと思います。はいいいでしょうか。できたやえ、これで炭酸ナトリウムできてしまいましたが、 まだ大儲けできません。なんでか、中心反応で作ったこの、よいしょ。これな。塩化アンモニウム水溶液から、実は同じアンモニアをぐるぐる使い回したいから、何らかの方法でアンモニアを回収してリサイクルしたいんです。アンモニア高いからね。 そこでどうやってアンモニアを、えー、リサイクルするのか。原理的にはとても簡単です、えー。気体発生のところでやったね。そう。弱塩基の有利です。塩基という、えー、性質を持つ、ねえー、弱塩基性の気体アンモニアを今 NH4 プラスから発生させてねと言ってるんです。 ほんならば何でも A ええから強演器を用意して、A やと反応させれば、それが発熱方向へ向かう反応のはずということは容易にわかるね。いいでしょうか。この反応を使ってアンモニアを発生させる。それだけのことです。今まで何遍も出てきたよね。さあ、そのための方法なんだけども、ここで使う共演器をどうやって調達するか。いいね。よいしょ。 ここで使う強塩基、すなわち NH4 プラスに OH マイナスを反応させれば NH3 と水になります。じゃあどうやってこの OH マイナスを調達しよう、買ってくるの買う必要はないや。だってあるもん。どこにここに。 二酸化炭素を焼いて、え失礼、石灰石を焼いて作った二酸化炭素。そう、残りカスの灰が酸化カルシウムなんです。これも第1項でやったな。アルカリ金属。アルカレド類金属の酸化物は水と激しく反応して強塩基向きの一番最初にやったやん一番最初の えー、とこでやった内容です。酸化物の性質というところでやったわけですね。はい、水と反応すれば、はい、強塩基、水酸化カルシウムに変わります。あら、手、タダで手に入りましたよ。じゃあ、これを使ってアンモニアを回収しましょう。じゃあ、この式、両辺2倍して、あれ 2NH4 プラスに 2OH マイナス反応させれば 2NH3 と 2H2O ですよね。じゃあ両辺にあ CL 加えて 2NH4CL 水溶液が。はい。これはカルシウム塩、水酸化カルシウム CAOH2 でいいでしょう。反応すればアンモニアとともに水と はい、カルシウムと CL2 つ加えてるからこうですね。はい、大丈夫でしょうか。完成。はい、今、この、はい、生の石灰、生石灰、水酸化カルシウムのことです。これを小石灰、えー、水酸化カルシウム、生石灰が酸化カルシウムね。小石灰が水酸化カルシウムです。 生の石石灰、生石灰を水酸化カルシウムに変えよう。水を加えてあげれば簡単に水酸化カルシウムに変わってくれます,いいで,す、ねはい、できた水酸化カルシウムを使ってアンモニア回収反応です反応式作りはさっきやったなそうすると一定量のアンモニアがあれば それをぐる,ぐる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 回してリサイクルすることができます。意味わかるすなわち、ついに野望達成ですわ。ここで。ここで書か,かん方がいいか。野望達成ですよね。すなわち。に、NACL が、CACO3 と、 反応しないはずだったんですね、さっき。ところが、アンモニアを使って、ぐる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 、それを回すことによって、目的の物質、炭酸ナトリウムと塩化カルシウムに変化させることができました。じゃあ、もし、1トンの炭酸ナトリウムを作りたかったら、アンモニアは一体どれぐらいあればいい答え。 ほんのちょっとでいい。別に 100g でも 1kg でもいいよね。なぜならば、アンモニアは触媒と同じです。すなわち一定量がぐるぐる回っているだけで、理論上、減少しないから。いいね。ですから、変化量を考える際、ね、変化量を考える際に、え必ずこれ、 えー、アンモニア量というのはごく少量で十分なんだということを理解してください。いいね。1トンの塩化ナトリウムと1トンの炭酸カルシウムから生じる炭酸ナトリウムは何トンとか言われたもん。いいね、えー。絶対にこのアンモニア量っていうのは気にせんといてください。いそんな少しの量があったらそれをぐる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 回して。 リサイクルさせることができるからであります。いいね。それからもう一点。反応量を計算するとき、2mol、1mol、1mol ですよね。そうすると NaCl の式量は 58.5×2g。炭酸カルシウムの式量は 100g。炭酸ナトリウムは 106g。 塩化カルシウムは 111g です。はい、いいね。まあ、こんなふうにして、質量保存の法則が成り立つ、この質量比の関係というのは、非常に反応量計算で使いやすいはずです。すなわち、反応するモル比と同時に反応する質量比を考え、例えば炭酸ナトリウムがこんだけできるときに必要な、えー、石灰石はどれくらいかな という理論値を、ね、質量比から素早く見つけられるようにしてほしいなと思います。はい,い,いですかアンモニアソーダた頭いいですよね。はいもう少しだけ頑張りましょう。はいラスト、炭酸ナトリウムと水酸化ナトリウムについての重要事項を残り少し確認して終わります。 まず、炭酸ナトリウム、理論の時間に二段適定する物質という風うに出てきています。ここでは、向きで学ぶことに集中したいと思います。まず一つ目。炭酸ナトリウム、十水和物は、その結晶は、風快性を持ちます。風快え風が吹いて崩れるように見えるから風海ですえ。結晶水を持った状態だと、 透明な綺麗な結晶なんだけども、しばらくすると、はい、サラサラの粉になって崩れてしまいます。すなわち結晶水が失われていくことによって、結晶構造を維持できなくなり、サラサラの砂になっちゃうよってことなんですね。いいでしょうか。え、それから、え、水酸化ナトリウム。 それに対抗するように、懲戒という性質を持っています。空気中の水蒸気を吸収して、どんどん重たくなります。よって、正確な質量、重さを測ることができませんね。水酸化ナトリウムは、正確な質量を、重さ測りにくいです。懲戒性を有するから、というふうに理解してください。 一方、強アルカリンの中でも懲戒性持たないものがあります。それがソーダ石灰です。ソーダ石灰というのは酸化カルシウムの個体に水酸化ナトリウムを付着させたものです。これは、えー、正確な質量を測れます。だから、有機の一番最初のところを思い出して、元素分析というのを行うとき、発生した二酸化炭素を吸収させ、その重さを測るやつがあったやろ あそこで二酸化炭素を吸収させるものがこのソーダ石灰だったということは覚えてなければなりません。そう、水酸化ナトリウムではダメなんですね。えー、理由は超快性を持つから、えー、正確な質量を測ることができる強アルカリ、正確な質量を測定できる強塩基性の個体として、ソーダ石灰は覚えておいてほしいなと思います。 風海といえば炭酸ナトリウム、熟水化物、超海といえば水酸化ナトリウム。大丈夫ですね。はい、次、応用問題。アンモニアソーダ法の工場をじっと見て、この中のものを2つ盗んできて混ぜ合わせるだけで水酸化ナトリウムを作ることができる。と言ったら理解できますか 具体的にとこれです。最終生成物とアンモニア回収用の水酸化カルシウムです。どうするのか。はい、先ほどの、えなぜ炭酸ナトリウム、ね、できないのかというのをの説明を思い出してください。沈殿形成反応が起こりやすいというのを利用します。 先ほどここ塩化カルシウムを使いましたがここを今盗んできた水酸化カルシウムにしてしまおうじゃあこれ混ぜ合わせるとどうなりますか c l スだったところが o h スになるやんすなわち炭酸ナトリウムに水酸化カルシウムを一緒に水に溶かしていくとどんどん石灰石が沈殿し上積み液は 水水酸化ナトリウム水溶液になりますすなわちこの2つ混ぜるだけで n a o チが生じるんですねこれが最もレガシーな、えー、古典的な水酸化ナトリウムの製法ですはい載ってるねなんでこの反応起こるんだろうか、はい、今日の最重要事項沈殿形成反応は起きやすいから というふうにビシッと答えれるようになってほしいなと思います。沈殿形成反応は起きやすいのだというわけですね。大丈夫でしょうか。この反応をかける人はかなりできます。いいね。今説明した NAO 値の製法、大丈夫ですか沈殿形成反応だから起きやすいねって言われたら、うん、そりゃそうだ当たり前だと思え,る、ね、思えるようにしよう。ラスト。 はい。理論の内容をおさらいしておきます。水酸化ナトリウムの製法二つ目。えー、電気分解です。食塩水を電気分解すれば、はい。陽極においては塩化物イオンから塩素を発生させますね。一方、陰極においては水素発生が起こります。が、これ変えたらダメですよね。 酸性溶液じゃなければ H プラスを左辺に書くことは許されません。両辺に OH を加えてあげるとできました。はい、いいね。H2O が電子を受け取って水素と水酸化物イオンを生じるのだと理解してください。いいね。じゃあ両極の反応をまとめたらどうなりますかまとめるとこうなるね。 2Cl マイナスと H2O が反応することにより Cl2 と H2 と 2OH マイナスになります。この式の両辺にナトリウムイオンを加えてあげれば NACL と水からいいね。あ、が抜けてる。ごめん。NACL と水から H2 プラス CL2+,H2+,2NaOH とできるのはわかると思います。まさにこの反応ね。そう。えー、陰極において水酸化ナトリウムがじゃんじゃんできてくるのだと理解してあげてください。じゃあ、より陰極で作る水酸化ナトリウムの濃度を上げる、不純物を除去するにはどうしたらよいか。 この真ん中の膜を溶ン交換膜というものに変えるんです。そうすると、溶極で発生した塩素と、それから陰極の水酸化ナトリウムが反応してしまうというのを防ぎます。これは第3項、ハロゲンのとこで勉強したはずです。第2項かごめん。第2項のハロゲンでやりました。 え、塩素は水と反応すると塩酸と塩素酸になるね。そうすると NACL と NACLO ができてしまいます。欲しいのは水酸化ナトリウムであってこんなものではないんですね。すなわち膜を作って塩素と NAO チが直接反応できないようにしなければならないんです。いいね。この角膜がないとどんな不都合が生じるか簡潔に説明せよ。と言われたら これを防ぐために膜があるんですよ、ということをビシッと説明してあげてほしいなと思います。いいね。で、最も効率が良いのはこの陽イオン交換膜法といいましてナトリウムイオンのみが陽極から陰極へと移動できるようにしてあげれば陰極の純度は非常に高く保たれるはずです。またそのあたりは理論の電気分解の問題とも合わせて 見とくようにしてはい、今日の内容、え金属の単体え、それからナトリウムを中心とするアルカリ金属についてチェックをしました。はい、大丈夫でしょうか。では、一旦休憩した後、また3時からえ、今度はカルシウム、バリウム、アルミニウムについて見ていきましょう。